こんにちは、今日はですね8月の15日、終戦の日、77年前に戦争が終わって、本日もまた暑い夏の日がやってきました。いつも毎年私はですねこの終戦の日には靖国神社に、お参りをさせていただくことが多いんですけれども、今年は実は、京都で、この番組を撮ってます。というのも実は私の親戚家族がですね、このお亡くなりになりました、亡くなったので、今日がさっきまでちょうどお葬式に出ていたんですが、そういうことがあって東京には行けなかったんですけれども、靖国神社に、参拝されている方もおられると思います。で、私は皆さん方にお話してますけれども、東京に、国会がある時いてますけれども、その時はですねよく、毎朝靖国神社まで参拝に行ってお参りをしておりますから、わざわざ8月15日に、特別に行く必要もないわけですけれども、その8月15日以外に毎日行ってる時にですね、いつも、参拝する時にですね、英霊の琴の葉、これは靖国神社の優秀館というですね、ところに収められている、特攻隊に行かれた方、などですね、そのお亡くなりになった英霊の方々の、家族に対する手紙などがですね、収められているんですよ。で、それが、毎週ですね、書き換えられて飾ってあるんですけれども、これを、読むと、これはやっぱりですね非常に胸につまされるものがあります。ひたすら、ここで書いてあるのはですね、ほとんどみんなそうですけれども、すべて家族のことなんですよ。この戦争に行かれたお父さん、そしてお兄さんたちが言ってるのはですね、お子さんやお母さんや、この両親やですね、それから、国のことを思ってですね、自分は、頑張っていくと、あと残ったものはですねしっかり、家族を支えてくれよと、そういった趣旨が、いろんな、人の言葉によって表されているんですけども、まさに本当に、そういう思いであの戦争を戦っていたということですね。そしてさらに、その靖国神社の、正殿、正殿の前に行きますとですね、この天皇陛下、今の天皇陛下もそうですけども、金城陛下もそうですけども、明治天皇はじめですね、歴代天皇の御姓、短歌が、掲げられているんですね。で、これも非常に、この天皇陛下が、時の天皇陛下が、先の大戦もそうだし、戦後、占領中、どういう思いで、暮らしておられたのかということがですね、しみじみ伝わってくるんですね。で、こういう先人のその言葉を、見る、聞くことによってですね、私は靖国神社というのは意味があると思うんですね。で、毎日そういうことをやってますから、その特にこの終戦の日にですね、あの戦争がどうだった、ああだったというのをですね、マスコミは、これ本当に紋切り型の報道を毎年毎年してるわけですね。もう二度とあの戦争のような惨劇は繰り返せないと。非戦の不戦の誓いを立てなきゃならないというようなことを延々とやってるわけですよね。で、しかしその一番肝心のあの戦争を戦ってきた人がどういう気持ちでやっていたのかということについてですね、本当に深く切り込んだ話はほとんどない。むしろ、もしそういう報道をしていても、それは実は、軍部に、また政治家に騙されていたんだと。で、自分たちのこの国はですね、間違った方向にあの当時行っていて、それを止めることができなかったんだ。だから政府に対してもっと厳しく批判的に見なきゃならないんだという方向に変えちゃってるんですよね。で、これは一体何なのかということなんですけれども、もうそもそも、あの時のですね、新聞、毎日朝日というのはもちろん戦争、前にもあったわけですけれども、この新聞などを見てるとですね、それこそ今とは180度違う報道をしているわけですよね。軍部の、初段が甘いとなるとですね、なんでもっとしっかりですね、この日本政府がですね、その弱腰ではなくてやらないんだということで、はっきり言って戦争に、直進するように、この煽っていたのがその当時のマスコミとも言えるんですね。だからそういう意味で言うと、マスコミが自分たちが戦争をあって反省してるんだというんだったらまだわかりますけれどもね。
それはもうマスコミの反省にならなくて、実はあの当時の政治家が間違ってるんだという話に今度変えてるわけですよね。いずれにしても、全て自分たちの方に矢印が向いて、あの戦争をもう一度、自分たちはどう報道していたのか、なんでそういう報道していたのかと、そしてあの時の戦争は本当に日本が一方的に悪かったのかということも含めたですね、本当の意味での歴史を直視して、報道しようとする姿勢は全く今のマスコミにはありませんね。そして、そういうマスコミの報道を見てると、洗脳されてしまうんですよ。ブレインウォッシングですよね。別に英語で言う必要ないんですけれども、まさにこのブレインウォッシングといったのは、GHQ の政策ですから、まあ、アメリカの政策ですから、あえてブレインウォッシングと言いましたけれどもね、完全に、この歴史が塗り替えられて、そして塗り替えられた報道が延々と77年続いてるんですよ。で、それを、毎日見てると本当に吐き気がするような気持ちに私なります。ですからもうこの数年ですね、本当にあのコロナのおかげで良かったのはですね、毎日コロナ報道をしてますからね、これもあの終戦の報道と同じくですね、一方的な情報が流されているわけですよ。とにかくコロナで大変だ大変だ大変だと、でマスクをしなきゃならんというような話ばかりになっていますけれども、その結果結局ですね、日本は、まあ、真夏の暑い時でもですよ、外歩いてる人でもマスクしてるんですよ。これ全く必要ないんですよ。あの外では屋外はそもそも、この飛沫もエアロゾルも飛散しますから、それで直接ですね、喋ってる息がかかったりエアロゾルで、隣の人に感染するような危険性っていうのはほとんどないんですよ。これはよっぽど密接な空間なら知りませんけれどもね。ですから岩や、黙々と歩いている人たちはですね、全くいらないんですけれども、これもできない、マスクしなきゃ外にできない様子を作っているのはこれマスコミの報道ですからね、ワイドショーやああいうものを見てると本当にもう、心がすさんで、そしてもう皆さんの世間の目が気になってですね、まともに、まともな判断できなくなってるんですよ。でそれと同じことがこの戦争報道もずっと繰り返されてるんですね。ですから私は、コロナのそういう偏った報道も散々見て気分が悪くなりましたから、一切マスコミの報道は見ないと。テレビも新聞も今一応撮ってますけれども、ね、ほとんど見ないと。むしろ、インターネット上のニュースで自分の知りたいことを自分で調べて自分の頭で考えることの方がよっぽど、この精神も落ち着きますし、無駄な時間を、この心を苛立てて過ごす必要もありませんので、そうしてるんですけども、ぜひ皆さん方もこれは実践していただきたいと思います。そして同時に元の話に戻りますけれども、この戦争についても自分の頭で考えてみることが大切なんですね。で77年、本当にですね、日本人は何の反省もというか、あの反省しっぱなしなんですよね。そして反省もしてないというのはまさにマスコミ報道のことなんですよ。全く反省をしないで、情報を、一方的な情報を垂れ流す。で同じことをコロナでもやってますけれどもね、もうこういうことはやめさせなきゃなりません。でもちろんそれためには我々政治家が、発言をしなきゃならないんですけれども、まあ、残念ながら私がこういう発言というのは、当然無視されるわけですね。ですから、マスコミに無視されてももちろん結構です。それよりもこういう、YouTube などの番組を通じてマスコミによらない正しい情報を発信していくことが、我々政治家の使命だと、まあ、そういう思いで今日もお話をさせていただきました。まだまだ暑い夏続きますけれども、どうぞ皆さんお体置いといただきまして、マスクをして、少なくとも屋外でやる必要はありませんので、そういうこともですね考えながら、このお盆を過ごしていただきたいと思います。ということで今週のビデオレターでありました。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。